そういうんではない、エロい、我が神、我が神、ね、エロい、エロい、神、神、我が神、我が神、ね。なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様が父なる神に対する呼びかけはいつも我が神だったんですか。イエス・キリストが神を、自分の父なる神をお呼びになるとき、また人に神を教えるときに、なんていつも言ってたんですか。イエス様がなぜパリサイ人、立法学者、ユダヤ人に殺されそうになったんですか。生けたる誠の神、宇宙万物を作られた唯一の神を父と呼んだからですね。アバ父、お父さんと呼んだから殺されたんですよ。殺される原因だったんですよ。それを通したんですよね。裁きの神、怖い神、旧約の神、悪いことすれば罰せられる、その神観念から、父は、天のお父様は優しい神だよ、悔い改めるなら必ず許してくださる方だよ、それがイエス・キリストの父なる神から受け取った御心をそのまま私たちに伝えた御子イエス・キリストという神の使命だったんです。なぜ十字架につけられた時に我が神、我が神と祈られたんですか。最後の最後でなぜ父よと祈れなかったんですか。最初の祈りを覚えている方いらっしゃいますか。イエスか、イエス・キリストが十字架につけられて、本当に死刑ですよね、犬釘をつけられて貼り付けになって死ぬ時の最初のお祈りは何ですか。父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのかわからないのです。そのように私たちは祈られて、自分で自分のしていることがわからない罪人であるがゆえに、神が一人子が十字架についた、そのことを信じることによって私たちは救われるんですよ。父よと呼びかけができない、なぜここで父よと呼んでいるのに、またそのさらに後に最後の最後、息を引き取られる前に、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、恨み節というか、中島みゆきというか、道に倒れて誰かの名を呼び続けた、もう悲しい時は私は中島みゆきを聞いて、どん底にね、もう落ち込んで落ち込んで、安心して落ち込んで、イエス様に引き上げてもらう、そのようなことをしています。人は落ち込まないとダメな時がある。全然話はそれましたけれども、なぜ、父よと呼びかけができなかったんですか。このところは聖書のお祈りなんですよね。詩篇の22編の一緒に、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというね、ユダヤ人がよく祈ると言われている、ダビデが、ね、祈ったその言葉、それのイエス様はお祈りをしたと、ね、あの有名な内村勘蔵は言っています。服部勘蔵じゃないで、なぜじゃあその我が神、我が神、父よ、どうして私をお見捨てになったのですかって、父よって言わなかったのかなって不思議に思いませんか。
今までどんなに自分が殺されそうになって、殺される原因が、私たちのヤハウェ、ね、主なる神を父と呼んだな、それで殺されそうになってても、父は私を使わせたのですと言っているイエス様が、もう死ぬ時になんで我が神我が神って祈らなきゃいけなかったんですか。それは呪われた者がですよ、呪われた者が父よお父さんと呼べる資格がない者として、呪われた者として十字架についたんですよ。そう思いませんか。呪われて神に見捨てられた者がお父さんって呼べますか。私たちが信じて救いに入ったということは、呪われた木に吊るされたものは、木にかけられたものは呪われたものであるって民数記に書いてあるんでしょ。呪われたものとなって木にかけられた神の子キリストはもう神の子ではない状態でこの十字架についたんです。だからもう父親子の関係はなくなったと私は、イエス様が呪われたものとなってこの十字架についたから、私たち に対する呪いは全部なくなった。これが私たちの信仰でしょ。十字架の血潮によって私たちの病は癒された。それも書いてあります。いや、病になって癒されずに天に帰っていく人どうなんですか。永遠の癒しをいただいてますよ。ノアという人は神と共に歩んだ。しかし天に帰っている、みんな死んでるんです。エノクとエリアだけですよ、死なないで天に行ったのは。あとはみんな死んでいくんです。一度死ぬことを神の御前に立つこと、それは決まってるって聖書で書いてある。どんなに神と共に歩んでも私たちは天の父の前に行かなければならない。信じる者が病の癒し、心の癒し、呪いからの解放、それがあるんだ。永遠の命。親子の関係がね、断たれたぐらいに、神と人となった神イエス・キリストが人となって十字架についたんですから、神から見放された、私たちの代わりに見放されて黄泉に下る、地獄に行く、だから私たちはそこに行く必要がないっていうのが私たちの十字架信仰じゃない。私たちの呪いは十字架で貼り付けたんです。だから私たちが嫌なことがあったのに十字架についたんですね。もう呪いはないですね。仏教思想の頭に刷り込まれている私たちは、なんか間違えちゃった、そんなね、ちっちゃい簡単。そして、この我が神我が神というね、この祈り、肉体からこの地上での家からですね、魂が離れていくこの断末魔のこの苦しみ、これをイエス・キリストが背負っていったから、信仰者には死んで、天に召される時のその苦しみがないっていうんですよ。これは死んで生き返った人の証で言ってる。死んだけれどもイエス様に会って、お前は一回もう一回戻ってね、証してこい、で3日後ぐらいにポッと目が開いた。今ですね、タンザニアの方では150人の人が生き返ってます。ガジマっていう牧師さんのところに、今2万人の教会ですけども、その中に150人が生き返ってます。4日後に生き返って、4日お腹空いて何も食べてないんですから。あのラザロも4日でしたね。包帯ぐるぐる巻きでこう
出てくるラザロっていうね、イエス様が生き返した。それのようにそのガジマさんの教会では4日後にね、冷凍ドライアイスかかってる状態で生き返って、お腹空いてるもんだから自分について氷をむしゃむしゃ食べ始めた。本当にそういうことも起きます。そのクリスチャンの方たちが言っている、その牧師も実は生き返っている人が言っているんです。クリスチャンにはその魂